こんにちは、隠居5年目速稼塾の久保でございます。今回の動画は例の松潤さんに対してのですねアンサー動画になります。前回は部屋の模様替えをしますということで動画をいただきました。これに対しての私のアンサー動画になりますので、松潤さん以外の方はもしかしたらね面白くないかもしれませんけども、インターネットで自分のことを表現したいなと思う方に関しましては参考になると思います。それではスタートしますね。松潤さん、今回は部屋の模様替えをするためのシートを買ってね、それをこういうふうに見せてくださって、これからこういうふうに部屋の模様替えをするんですよっていうふうに、言ってくださいました。まあこういうね裏方事業も全然動画にして構わないんですよ。例えばね、準備が整ってから動画を出しますっていうのと、動画を出すまで表現をするまで随分遅れちゃうんですよね。だから今日から始めた方がいいんですよ。それがこういうふうな、まだ言ってみればねもたついてるところも一つのコンテンツになるんですよね。であんまり変な動画出したら見られて恥ずかしいなとかね、見られてね軽くなるんじゃないかなっていうふうに心配する方もいますけども、これね実は全く心配ないんですよ。動画を始めたばかりの頃っていうのは基本的に誰も見ないですから、どんな動画を出してようが恥ずかしくはないんですよね。変なことにもなんないんですよ。なぜなら再生回数は1とか2が続くだけです。で私の動画が間で挟まってますんで、もしかしたらねそれによって松潤さんの動画は見られやすくなってるかもしれませんけども、それでもね再生数が10とか20っていうのはなかなかなんないと思いますね。まあ、仮に100とか200になったらそれはそれでいいじゃないですか。だから結局ね動画を出すっていうのは人に見られるためにやるんですけども、まあ見られないんですよ。で気にする必要はないです。で見られるようになるのっていうのは中身が良くなってからなんですよね。うん、ですんで中身が良くない時の動画って特に害になりませんので、どんどん出していただいていいと思います。特にねこれはね下積みの動画っていうふうに私は名付けてますけども、ブレイクする前の下積みの動画っていうのはブレイクしてから遡って見ていただけるんですよね。で私も全く同じなんですよ。全然冴えない頃の動画っていうのはそれなりに売り上げあったんですけども、リアルで会った人向けの動画だったんですよね。でも現在こういうふうにリアルで会わなくても多くの方に動画を見ていただけるようになると、遡って私のね5年前とか6年前の動画っていうのは再生数上がってるんですよね。なぜかそういう動画って見られるようになったんですよ。まあそういうふうなもんだろうなと思います。まあ例えばね昔 J-Walk っていう、まあ、ミュージシャンがいたんですけども、なんかヒットソングが出るまでね本当長ズドバズだったんですよ。でもドーンとヒットソングが出てからね、それから昔のものがどんどん売れ出したみたいなね、よくありますよねそういうことがね。なんかインディーズ時代のものまでデモテープまで売れたみたいなことをね私聞いたことがありますけどもね、うん、なかなか面白いもんです。はい、で今回ね次に向けての動画なんですけども、松潤さんはちょっと一つ警告をしておきたいと思います。警告って言ったらねびっくりするんですけども、プロポーズのための弾き語り、これね松潤さんがまずねペルソナっていうかねメッセージとして押すのはそれはもう全く素晴らしいことだと思います。ただここで一つねやっぱこう考えていただきたいのは、それはマーケットかなり狭いってことなんですよね。マーケットが狭いということはどういうことかっていうと、かなり動画を拡散しないとその中から自分の生徒さんは見つかっていかないってことなんですよ。で私もね三味線民謡やってますけども、この再生回数が数百数千数万と上がっても三味線民謡教えてくださいって方はまだ一人も出会えないんですよね。まあそういうふうな発信積極的にしてないからとも言えるんですけども、たまにこうやってね三味線民謡の話題出すんですけども、久保さんの民謡を聞かせてくださいっていうふうにはまだなったことないですね。まあ私が下手だと思われてるのかもしれませんけどもね。まあということでね、自分の選んだジャンル絞っていったその一つの提供するコンテンツっていうのがマーケットっていうのがねどのぐらいの広さなのかってことも片っぽで意識する必要があるかなと思います。まあですんでねやっぱり、簡単な例を出せるといいんですけどね、そういう意味でもモニターを募集するっていうのはこの動画を見てる皆さんの中から募るっていうのも一つの手だと思います。まあ今日はねそんなところですね。まあ情報発信で、何かねそこの中から報酬を得たいとか自分たちのマーケットを作りたいという方は最初はね結構ね手こずるもんだと思います。ただそれが、なんて言いますかね、ゴールに向かう茨の道のまあ第一歩なんじゃないかなと思いますんでね、しっかりとその茨の道を踏みしめていきましょう。そしてビジネスの怖いところは、精一杯やっても正しくやっても何も響かないってこともありえるってことなんですよね。まあそれに向かってやっていく腹をくくる度胸はいると思います。それではね、まだまだいっぱい勉強することがありますんで、意気消沈することなく
可能性と希望に向かってね、しっかりと進んでいきましょう。私も一緒に走っていきます。それでは本日は以上です。また動画お待ちしてます。お待ちしますよ。